3月、別れの季節。卒業、転職、転勤など新たな生活を迎える季節ですよね。もうすぐ桜を離れてしまう方も多いかもしれません。桜を一度離れてもまたいつか戻ってきてほしい、もう一度桜に住んでほしいということで、今回の特集では桜に住み続けたい5つの理由についてご紹介します。桜に住んでいる人は現在およそ17万5千人。生まれた時から住んでいる人、引っ越してきた人など様々ですが、みんなどういった理由で桜に住んでいるんでしょう。気になりますよね。実は市では毎年調査を行っているんです。どんな調査かというと、こちら市民意識調査です。今年度は5月、6月に実施。18歳以上の市民4000人に対し調査票を郵送し、およそ1300人が回答してくれました。回答者の属性はこちら。年齢層を見てみると、30代までの若年層が3分の1、40代から50代が3分の1、60代以上が3分の1の割合となっています。これを踏まえて調査結果を少し見てみると、転入してきた人の方が圧倒的に多いんですね。さくらが住みやすいと感じている人は全体の4分の3、8割以上の人が住み続けたいと思っているみたいです。その理由を聞いてみたところ、さくらに住み続けたい理由上位5つがこちら。前置きが長くなりましたが、第5位から見てみましょう。第5位は治安、風気が良い。回答者の3割近い人が治安、風気が良いを選んでいます。でも桜市は本当に治安がいいんでしょうか。他と比べて桜市は犯罪が多い、少ない、ちょっと聞いてみましょう。やってきたのは桜市役所の危機管理室、防災防犯対策をしている部署です。寺西さん、この桜市内の犯罪発生状況はどうなんでしょうか。はい、ちょっと千葉県警察が発表している犯罪発生件数のデータを見てみましょうか。はい、データを見ると平成30年の人口1万人あたりの犯罪発生件数は千葉県内54市町村中46位、県内では下位というのが分かりますね。そうなんですね。何か理由はあるんでしょうか。はい、警察署をはじめ日頃から自治会や地域の自主防犯活動団体の皆さんが子どもの見守りや防犯パトロールなどの防犯活動に積極的にご活躍いただいていたり、市内に防犯カメラの設置が進んだことも治安、風気が良いを選んでいただけた理由の一つではないでしょうか。しかし昨年1月から12月の電話で詐欺の被害件数は県内54市町村中ワースト6位と伺っています。市では安心な街づくりのため警察や自主防犯活動団体と協力して、これからも犯罪を未然に防ぐ取り組みをさらに進めていきます。なるほど。これからも安心安全な街づくりをよろしくお願いします。はい、それでは続いて4位と3位を一気に見てみましょう。第4位は文化や歴史などが魅力ある。第3位は災害が少ないです。
江戸時代、桜城を中心に栄えた桜。現在も多くの歴史的建造物が残っています。古くから続く伝統行事もあり、歴史や文化に魅力を感じる人が多いようですね。災害に関しては、佐倉市が他と比べて災害が少ないというはっきりとしたデータはないようです。しかし、多くの市民は佐倉市は災害が少ないという意識があるようです。でも昨年は相次ぐ台風で佐倉も大きな被害を受けました。近年は異常気象が多く、いつどこでどんな災害が発生するのか分かりません。油断は禁物。自分の身は自分で守るしかありません。家具の固定や水、食料の備蓄など、日頃からの備えをしっかりしましょう。続けて第2位です。2位は何だと思いますか？生活をする上でとっても大事なこちら、買い物が便利です。私も普段そう感じているんですが、本当に便利なのかちょっと調べてみました。市役所の産業振興課に行って聞いてみると、千葉県が行っている消費者購買動向調査報告書というのがあると教えていただきました。報告書を見てみると、佐倉市は単独証券都市と書いてあります。簡単に言うと、他の市町村に買い物に行く人が少なく、住んでいる市町村の中で買い物をしている人がとても多い都市ということです。つまり、わざわざ遠くに買い物に行く必要がない便利な街と言えます。単独証券都市の他にも、商業中心都市、準商業中心都市というのがあります。これは他の市町村からも買い物に来る人が多い都市ということです。さくらは商業中心都市である千葉市、成田市、印西市、船橋市に近く、アクセスもしやすいことからも買い物に便利と言えそうですね。さあ、いよいよ第1位ですが、ちょっとその前に6位以下を見てみましょう。6位、通勤通学の交通利便。7位、持ち家または家賃が適正。8位、仕事や家庭自己都合。9位、医療機関が充実。10位、子育て環境が良いでした。では気を取り直して第1位です。自然が多く住環境が良いです。身近に緑がたくさんあるというのは、住み続ける上でとても大事ですよね。データで見ると、日本の森林率は 67%、 世界的に見ると先進国の中では有数の森林大国だそうです。千葉県全体の森林率は 30%、 それに対して佐倉市の森林率は 20%。 あれ、自然が多いっていうのは嘘？確かに全国平均、千葉県平均から比べると森林率は高くはありません。でも都心に近いエリアに絞って見てみると違います。さくらは仕事で東京へ通う人が多い町です。京成線を使って都心部へ通う人も多いですよね。
千葉県内で京成本線が通っている市のうち、佐倉より東京に近いのは八千代市、習志野市、船橋市、市川市。この4市と佐倉の森林率を比べてみると、その差は歴然。森林率の差は倍以上です。第2位だった買い物の便利さ、そして都心へのアクセスのしやすさ、自然の多さ、バランスが取れているのが佐倉の特徴かもしれませんね。このバランスの良さが佐倉に住み続けたいと思っている人が多い理由ではないでしょうか。これから佐倉を離れるあなた、佐倉に戻ってきたくなりましたか。最後にダメ押しでお得な情報。さくらに家を買う人が使える補助制度がこんなにあるんです。例えばこれ、離れて暮らす親と子が近居、同居するために家を買った場合、50万円の補助金がもらえるんです。高い買い物ですから、50万円もらえたらすごく助かりますよね。というわけで、さくらを離れてもいつかは戻ってきてくださいね。いつでもあなたを待ってます。